あなみそこ、じずこです。それでは今回なんですけども、キャッシュレススマホ決済キャンペーンまとめ、11月11日いい買い物の日は PayPay ペイペイで決まりということで、今週もやってきましたキャンペーンのまとめ動画ですね。今回は11月の11日から11月17日までの来週1週間で開催されるキャンペーンを主にピックアップして、簡単にサクッとお伝えしていこうと思います。 ということで、まずはペイペイですね。現在、ペイペイは街角ペイペイ第1弾ということで、キャッシュレス消費者還元事業の5%のお店であれば、最大10%還元されるキャンペーンというのが開催中です。12月の街角ペイペイはちょっと寂しくなるので、今のうちにこのキャンペーンを利用するのもいいですね。そして、ペイペイといえばこちら、ついに明日となりました11月のいい買い物の日ということで、ヤフーショッピングでペイペイで決済すると、最大で20%相当。そして、ソフトバンクや Y モバイルユーザーですと30、30%近く還元されるキャンペーン、 っていうのが明日だけ開催されます。まあ今のうちですね。欲しい商品の目星をつけて、11月11日は日付が変わったタイミングでサクッと買うのもいいかなと思います。次に paypay モールでもキャンペーンが開催中です。最大で20%還元されるということで、ストアによっては20%以上還元される商品もあったりします。こちらは来年の1月31日までが開催中ですね。 そして、ペイペイフリマでも20%還元のキャンペーンが開催されてます。期間は12月の25日までとなってますので、フリマアプリを利用される方はこちらも確認してみてください。次は楽天ペイです。楽天ペイでは全店舗対象期間中ずーっと5%還元のキャンペーンというのが開催されています。期間は12月の2日まででして、こちら専用ページでエントリーが必須となってます。キャッシュレッショ者還元やそうでないお店で決済しても最大5%還元まで受けることができます。で、楽天ペイではこちらもあります。5%のポイントバックキャンペーンですね。 グループと富士薬品グループでの対象のお店であれば5%の楽天ポイントがもらえますちなみに先ほどお伝えした期間中ずっと5%還元のキャンペーンと組み合わせて使えるので実質10%の楽天ポイントが還元されます富士薬品グループに関しては来週の15日までとなっていますのでお間違がないようにお願いしますちなみに楽天ペイユーザーで映画鑑賞するのはこちらのキャンペーンも見逃せないですね楽天ペイとムビチキのキャンペーンですね こちら、対象の映画館で、このムビチケというサイトを通して、ムビチケ当日券というのをですね、楽天ペイを使って決済した場合、楽天ポイントが20%ポイントバックされます。期間はすでに始まっていまして、来年の1月10日までなので、まあ、映画好きの方、そして楽天ペイユーザーの方であれば、ぜひですね、利用してみるのもいいと思います。次に D 払いですね。D 払いでは現在、対象のドラッグストアにて10%還元のキャンペーン、こちらがラストの週となりました。こちら、エントリーが必須で11月の1 1日、 4日まで開催されてます。このキャンペーンの注意点としたら、クレジットカードは d カードのみの還元対象で、それ以外の方は銀行口座やセブン銀行 atm からチャージすれば大丈夫です。次はメルペイですね。現在メルペイでは進めルペイというキャンペーンとメルペイスマート払いというキャンペーン2つが開催中です。この勧めルペイに関しては、初めてメルペイを利用される方向けのキャンペーンで招待コードを使ってメルペイを登録したら招待した方と招待された方にそれぞれ1000ポイントが入ります。そしてメルペイで初めて。 払払いいいわゆるるを使って決済したらら1000分のののののメメルルペペペがもらえるのででデビューー方はこの2つのキャンペーン要チェックですね次にオリガインペイなんですけども、現在国民ドラッグとのキャンペーンがラストの週となりました。期間は11月の15日まででして、オリガインペイを使って国民ドラッグで初めて決済をしたら、最大1000円割引の50%オフのクーポンがもらうことができます。まあ、国民ドラッグ自体は場所によってはないところもあるので、ここはお気をつけください。あとオリガインペイではこちら、その場で3%オフの キャンペーンも開催中です。期間は2020年の1月31日までとなってまして、キャッシュレス出者還元のお店であれば、最大で8%の即時ポイント還元を受けることができるので、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。そして、残りのクイックペイやカード関連のキャンペーンですね。jcb で20%還元こちら applepay は google p a での決済が必須です。アメックスでは、あなたの街でのスーパーのキャンペーン、そして大手コンビニ4社で15%のキャッシュバックキャンペーンも開催中です。まアメックスに関してはオファーが来てる方やそうでない方もいらっしゃるので、自分のマイページなどをチェックしてみてください。 あとは、水ズホウォレットの20%還元と、三井住友カードの20%還元という感じですね。最後にキャンペーンのまとめです。まず、ペイ関連からですね。赤文字になっているところが来週で終了となるものとなっています。上から読んでいくと、ペイペイの最大20%還元。まあ、先ほどのヤフーショッピングのいい買い物の日ですね。こちらは11月の11日のみ。そして、ペイペイモールの最大20%還元は1月31日まで。ペイペイフリマの最大20%還元は12月の25日まで。楽天ペイの最大5%還元は12月の2日まで。対象店舗で5%還元はで。 パーセントポイントバックはワダミグループは12月の2日、富士薬品グループは11月の15日まで、D 払いの10%ドラッグストアのキャンペーンは11月の14日まで、メルペイの進めるペイのキャンペーンなどに関してはまだ終了の日にちは決まってないです。オリガインペイに関しては国民ドラッグとのキャンペーンは11月の15日までで最大8%還元のキャンペーンに関しては来年の1月31日までとなってます。キャンペーンのまとめは以上で今回のちょっとした小話なんですけども冒頭に出ていましたこちらのお写真ですね。オ的福岡ソウルフードということでこちらの元祖 長浜屋というラーメン屋さんです。まあこちら福岡県のラーメン屋さんなんですけども、もうこのお店は結構好き嫌いが分かれるんですが、個人的には好きです。まあ注文の仕方も独特で、お店のドアを開けた瞬間に店員さんから、硬さはといきなり聞かれます。麺の硬さはのことなんですけども、僕はいつもベタ生ネギ大盛りと言って注文します。意味は、硬めよりもう少し硬めで、油多め、なおかつネギが大盛りということです。ちなみに先ほどの写真は通常の状態でこちらがネギ大盛りのお写真です。 ま、そして一度食べて美味しいというより、一度食べたら不思議と3日後くらいにまた食べたくなってしまうんですよね。まあ、僕の中では禁断症状と勝手に呼んでいます。なので、ぜひ福岡に遊びに来た時はこのようなソウルフードも楽しんでみてください。まあ、そんなことで今回はキャンペーンのまとめと福岡のソウルフードについてお伝えさせていただきました。一応今回お伝えしたキャンペーンのリンクなどを下の概要欄に貼っておきますので、気になる方はチェックしてみてください。まあ、また明日月曜日からも頑張っていきましょう。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。